駅構内磐梯熱海駅は、福島県郡山市熱海町熱海4丁目にある、東日本旅客鉄道磐越西線の駅である。熱海の地名は、静岡県の熱海温泉の名を、鎌倉時代に拝借したもので、駅名は、静岡県熱海市の熱海駅と区別するために、磐梯を冠している。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。 かつては、単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線の計二面三線であり、三番線は当駅始発列車と主に普通列車の対比に使われていた。後に、旧三番線は、河川もレールも取り払われている。校内の憧島方が急カーブとなっているため、時速40キロメートルの速度制限を受ける。2015年3月14日改正のダイヤでは1日、 ご往復等駅で交換を行っている。信号設備上では、駅舎側の一番線が上下本線となっており、交換がないときは両方向とも一番線から発着する。郡山駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅であり、緑の窓口設置、自動券売機も1台設置されている。駅舎は、 なだらかな三角屋根を持つコンクリート平屋のもので、トイレは、水薦式である。簡易水化改札機設置。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は167人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。駅前広場から万代熱海駅前、足湯温泉宿駅のすぐ近くや、南側の芋川沿いに、 バンダイ温泉の温泉街が広がっており、宿泊施設なども多い。福島交通、熱海駅前このほアイズバスの勝田たない港が当駅前まで乗り入れてくる。ありがとうございます。